本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 ラジオ OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督のマサルです。災害時一番心配なのはトイレではないでしょうか。断水や停電でトイレが使えなくなったら相当以上に大変です。災害はいつ起こるかわかりません。もし災害が起こった際、ズバリトイレはどうしますか。今日は災害時におすすめの非常用匂わない簡易トイレを紹介します。開封の儀、こちら非常用匂わないトイレセット、防災士監修、表裏面、早速開けていきます。オープン。これくらいのサイズ、トリセツ、それぞれ梱包されております。順番に見ていきます。凝固剤、こちら60回分、こちら排便袋、汚物袋と呼ばれるものです。こちらも60枚入り、処理袋、同じこちらも60袋入り、こちら手袋です。細かく分かれております。こちらも60枚入り、そして最後便座カバー、こちらは3枚入りです。商品内容はこちら4点が全て60個、そして便座カバーが3枚入っております。商品の特徴、こちら非常用匂わないトイレセットは災害以外でも断水トイレ、水が使えない時、キャンプや介護と様々な場面でこれさえあれば衛生的かつ後処理が簡単になります。たった20秒で取り付け完了。抗菌性のある凝固剤で 500ml でもお水不要で最短20秒でしっかり固まります。非常用トイレの使い方。使い方、目次こちら。1、便器に青い便器カバーをかぶせる。便器カバーを開けていきます。はい、これくらいの大きさです。ちなみにこの便器カバーは設置したままにしておくと次回も使えます。2、黒い汚物袋、排便袋をかぶせる。開けていきたいと思います。これくらいのサイズです。薄さ、こちら破れにくい PE ポリエチレン紙を漏れないようにしっかりガードしてみます。3、凝固剤を入れる。こちら4、排泄。排泄後、汚物袋を取り出し、口を結ぶ。はい、手袋、こちら1個につき1つパッケージングされております。2枚入りです。その後、匂わない処理袋に汚物袋を入れ、口を結ぶ。開けていきます。はい、サイズ感こちらです。以上で完了です。その他特徴を見ていきます。ダブル防臭、非常用簡易トイレですが台に使うこともできます。また高品質な凝固剤を使用していますので除菌消臭効果もあります。セットには匂わない処理袋も付いており、二重に処理、ダブルの匂い対策で安心です。こちら気になる保存期間なんですけども、アルミ包装で約15年、トバコパッケージに製造年月日が記載されております。見ていきます。あ、裏についておりました。はい、こちら今手元にあるものは2024年2月1日に作られております。なので今から15年後ですので、こちらですね2039年まで持つというわけです。たっぷりサイズ60回セットです。一
かがだったでしょうか。こちら非常用用がないトイレセット、災害時自宅のトイレが使えなくなってしまった場合、断水等で水が使えなくなってしまった場合、キャンプや介護等にも使えます。凝固剤、おむつ袋、処理袋、手袋、便座カバーがこちらが全て入っております。実際に使ってみてセッティングはとても簡単でした。袋が二重になっているので匂いで困ることもございません。あと個人的に意外とこちらコンパクトになっていますので、これを本当に備蓄するだけ、そこまで場所も取らないと思います。そして持ち運びしやすいです。今の時代何が起こるか分かりません。物は備え、将来のために小さな安心を買ってみてはいかがでしょうか。商品気になった方はぜひ概要欄をご覧ください。監督ラブの監督でした。また次の動画で会いましょう。2039年までできれば使いたくないけども、こちら教えにしまっておきたいと思います。安心だ。断水や停電でトイレが使えなかった想像20秒で抗菌性のある凝固剤で、ここで一回開けてみるか。今の時代何が起きるかわからない。備えよう備えよう。